こんにちは、福山一恵です。今回は職場関係のカウンセリングを受けた時のお話です。先生のお話聞いてくださいね。で、当然ね、やっと旦那さんと適正な距離をとってね、ある意味本当の意味でうまくいくようになったわけじゃないですか、ね、それがまた台無しになる。これでもう最大の問題はこれ給料が減るっていうことですよ。そうなんですね。これをこれこの最後のこの給料が減るというのが、ね、あることに関して、ね、あのさっきの準備ができてなかったっていうのは非常にもったいなかったんで、やっぱりこれはこれ3つともね、これすごくこ、ね、お母さんのとこ行けなくなる、旦那といる時間が長くなる、給料が減る、これ3つとも福山さんにとってはもう大問題なわけですよ。こういう大問題の時にね、あの言えば返事が1日とか2日伸びるっていうのはね、気分も落ちますし波動も落ちますし、で向こうもちょっと遅れれば遅れるほどあのちょっとカチンとくるんですよね。だってその間に他の人を探したかもしれないし、諦めたかもしれないし、わかりますよね。でもそれは別に責任を感じなくてもいいですから、これからはちゃんとね、ごめんなさいという非常に便利な言葉ね、それと愛のある嘘ね、相手があのなんていうかな、あそれはちょっとしょうがないなって思うような嘘、やっぱりそれをその時その時で言ってしまったら矛盾が出てしまって、あの人なんか嘘ばっかりついてるよみたいな感じになるんで、自分の身を守るためにもセリフを用意しておいて、それをやっぱり準備しとく必要があるっていうことですね。どうでしたか先生のお話は。先生のお話にもあったように、聞かれる前にはちゃんと言葉の準備が必要だということが分かりましたよね。そしてそういう人間関係のブログも書いていますので、よかったらそちらの方も見てくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録もお願いしますね。それではこの辺で、福山一恵でした。